はい、石垣とかね。おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。上原先生、せっかち先生のね、ご推薦で、今日はよろしくお願いします。お願いします。元気。お願いします。先生、あ、すげえって。僕今日寝ちゃうタイプのやつ。ね。あーう。石垣島でね、2ヶ月先まで予約待ち。見て、ここでございます。はい、どうもよろしくお願いします。ここだからやっぱ石垣はね、シンプルイズベストね。余計なものじゃないの。上原先生のお弟子さんだから、やっぱりこれ、解剖整理ストレッチマスター。皆さんね、ご興味あがった方ね、ご購入いただけると思うね。じゃあもう早速整理ストレッチ、どうもお世話になっております。石垣島でトータルボディケア極み経営してます、浜岡あゆみです。お願いします。本当に2ヶ月先まで予約でいっぱい。そうです、2ヶ月先までいっぱいです。いっぱい。今日僕が待ってたけど、何をしてくれるんですか。一番のお悩みは諸腰です。半年に1回ぐらい僕は絶望的な3日間を過ごすんですけど、朝起きてパッて目覚めたら、もう左のお尻が痛すぎて。これは3日で取れる。取れます。痺れはある。あんまないかも。 OK。じゃあ普段座ってる姿を見たいんですよ。いつも楽なのこの姿勢です。嘘でしょ。ここが空いてないときついのよ。ここね、うん、普通の人はやっぱりさ、ここがビタってくっついてる方が楽なの。そう、腰浮いちゃうと腰に全部体重かかっちゃうから。あ、そう、特殊なケース。特殊っていうか、やらない。いや、嘘。文ちゃんはどうなの。つかないです。ほら、つかないって。つかない人ですよ、みんな。みんな座り方から勉強しようかな。隙間が空かずに座れるようにします。今日術後はこの方が楽だなと。はい、まずは身長から。身長はなんで測るん。腰が痛い人は必ず骨盤とか背中、あと下肢ですね、はい、に原因があるから、絶対身長伸びるから。絶対 100%。 はい、今の身長が171cm。 171cm です、ちょうど。僕1センチ縮んでるわ。あとちょっと足踏み見てもいいですか。どんどんやっていこう。はいはい。じゃあ3回軽くジャンプしてもらって、ストップです。1、2、3。何が分かったの今。重心、ジャンプするとこうなっちゃうけど。本当になるか。女子乗らないのよ。ボロボロだね。ボロボロなんだね。お疲れ様です。まず横向きから。これ何のための横向きですか。血液循環を一回よくしていくために血止めします。血止め？ではでは。先生、足でやってるの？足だよ。90分ほぼ足ってこと？90分ほぼ足だね。ほぼ足だね。フーレセラピーみたいなこと。フーレとは違う。先生のオリジナルってこと。そう、オリジナルです。僕今日寝ちゃうタイプのやつ。寝ていいよ、寝よ。寝ていいよ。でもうちのお店で寝れる人一人ぐらいしかいないかも。あ、ってことは痛い。分かった、オッケー。本来はね、靴下履くんでしょ。靴下履きます。今日は特別ね。特別。ちゃんとみんな見やすいように、あの靴下は履かずにね、施術していただいておりますので。上原先生から聞いたんだけど、すごい選手なんだっけ、ゴルフの片山慎吾、トレーナーやってた。マジやったよ。賞金を取りまくった時。そう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 、ちょうどあの3年間の間の。え、あの時の先生ってこと。あの時やってた。すごいっしょ。もう基本でね、予約でパンパンでございます。左だね。すごいね。なんかここだけしこりあるじゃん。もうしこりがあるの。これほら痛いそこ。ずっとここを使ってるから痛いわけよ。体重がここに乗っちゃう。それが多分積み重なって痛みが出てくるから、ここを緩めて他の筋肉で補ってあげるような施術をする。お尻からいきますね。お尻からいきます。はい、ガッツリいきます。踏みます。はい、はい、ゆっくり圧かけます。よくまたかけていきます。ちょっと動かします。これでも全然できる。そうでしょう。
あー、気持ちいい、すごい痛い。大臀筋、マッチョの梨状筋と中臀筋がすごい張ってるから、これこれこれ梨状筋、これでしょ。あー、息吐いて、ふう、そうそう、ふう、オッケー、我慢できる。いや、いって、そこ、これ、ね、痛い、そこグリグリしてダメ。あ、これね、この1点で踏んで回すと360度筋肉を刺激して緩めていく。二条筋めっちゃすごい、ね、いや、いって、いや、いって、これよ、これこれ、ほんと揉み返したか、こんな揉み返してくる人がいない、全然いないの、これすごくない、これなんでの、筋肉を抑えて動かすでしょ、この運動だから筋肉と筋肉、例えば動かさずにね、これだけ点押しだけだったら絶対来るのよ、一定の圧だけで、例えば言うとこの隙間があるでしょ、押した、この隙間で筋肉痛が来る。はー、でも私足でやってるでしょ、は、足は隙間ができないから筋肉痛来づらい、どういう方が多いですか、女性の方が多い、男性も OK です、全然男性誰でも大丈夫、ちょっと削れよ、削れよ、いってー、もうそれは痛い、楽になるから、なんでそこをやると楽がない、ここ癒着してるもの、足首の関節の周りが悪いから、うん、どうしても立った時に耐える時にこういっちゃうでしょ、着地した時にここに柔軟性があればもうちょっと真ん中にも乗れる、足首しっかり、いや、痛い、ほぐしましょう、痛い、でも全然ほらほらじゃないわよ、指もいくよ、指の柔軟性も大事、歩く時にしっかりこの指使わないと、そうですね、そうだよ、じゃあ、ほぼ足踏みセラピーを、あ、ぜひ習いに来て、石垣にスクールやん、スクールまでやってないんですよ、習いたい人はいっぱいいるんだけど子供もいるしね、時間が取れない、このお店は今一人でやってるんですか、一人なんです、とりあえずスタッフさん欲しい、ちょっと痛いよ、痛い、痛い、痛い、バカ、ここ広げたい、いや、痛い、痛い、痛い、ちょっとギュッと締めるよ、うん、はい、いやバカ、ちょっと柔らかくなって、ほらほら、あれ不思議、不思議だね、面白いね、痛くても眠くなっちゃうかもしれない、先生のやつ、なんかね、お風呂上がりみたいな感じになる、最初血液流してる、あー、だからか、あれやばい、そっからずっと眠い、いや、これひどいね、左ね、本当にひどいね、やっぱいました、宝塚とか、宝塚こんなひどい人いないよ、宝塚の人よりも僕は体酷使してるんですね、ケアしてないじゃん、結果ケアしてないだけ、あ、でもやっぱ腰はそんなやっぱ合ってないんだね、腰じゃないでしょ、腰じゃないのよ、お尻でしょ、いやー、絶対そうだって思ったんだよ、もう一回横向きなのかな、ちょっとこれね、痛いと思う、ごめん、先に言っとくね、あ、そこ怖い、あ、痛い、痛い、あーったー、まっちゃんそこ痛いの知ってんねんって、知らない、まっちゃんがそこが痛いのよ、あ、まっちゃんがね、そう、まっちゃんがそこが痛いの知ってるわけ、違う違う違う、こうなったら痛いからこうなるじゃんね、息吸って吐いて、吸って、吐いて、石垣中に僕の声が響いてる。ほら、わかる。緩んだ。結局何、まっちゃんの左お尻を今何が問題だったの？左お尻は大腿筋膜張筋と。大腿筋膜張筋と。梨状筋。梨状筋。やばいね、左肩ね。何？左肩もやばい。え、左肩が原因でお尻が来てるってこと？それもある。オッケー、じゃあやろう。左の肩。いくよ。足で踏むよ。うん。はい。あ、うん、いいよ。一回乗ります。肩甲骨入れますよ。気持ちいい。おー、気持ちいい。おー。おー。うわー、めっちゃ張ってる。本当にこればっかりやっときゃいいんだよ。ああ、気持ちいい。いやいや、うわー、そこへ。うわー、気持ちいい。おお、すごいすごいすごい。何してるのこれ。今腰の、今ちょうどここ。うわー。広背筋ね。うわー、うわー。
広背筋を、広背筋をほぐして、ほぐしてストレッチ、ストレッチ、ちょっと腕踏みますね。はい、うわあ、そこ踏む、普通あれ気持ちいいよ。気持ちいいでしょ。圧のかかり方が点じゃないから、筋肉が跳ね返ってくる直前で止めてる。痛いと力が入って、力が入ると収縮するでしょ。その状態で押すと筋肉痛きやすくなっちゃう。めっちゃ気持ちいい。これ気持ちいいよね、腕。これ気持ちいい、やばい。ちょっと先生マジ眠い。いいよ、寝て。ピコピコするぜ。うわー、ちょっと手のひら回しでいきます。はい、うわー、うわ、うわ、うわ、伝わってるから気持ちいい。伝わりづらいのよ、これが。うわ、うわ、いや。行くよ、踏むよ。これ気持ちいいやつや。痛い痛いって言って気持ちいいやつや。めっちゃ気持ちがいい。ガチ気持ちいい子よ、これ。はい、開きまーす、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとこの後1時間寝たい。結果発表と。ドキドキの瞬間ですね。ドキドキですね。これで結果出ないと僕らに。そうそうそう、マジでこれでね、はい、伸びてる絶対。ここいい、ここです、はい、ここです、はい、見て、あー172点。ほらでございますよ。伸びたよ。伸びたことによってどうなったってこと。骨盤をまっちゃんにとって楽な位置、うん、立ってる状態は少し反り腰が楽って言われてて、うんうん、座ってる時は少し後傾にした方が座りやすい。まっちゃん後傾すぎたから開かないと座れなかった。うん、座ってる。いいよ、好きに。最初あの座り方して。いつも楽だったやつ、この他開くやつね。これと、うん、どう、違うでしょ。そうでしょ。楽だわ。肩もストンと落ちてね。そう、ええー、感じ。眠そうだね。いや、めっちゃ眠い。今日の撮影終了。終了。
はい、じゃあお疲れ様でございました。お疲れ様でした。今日バッチリ結果出たというところで出ました。お蔵入りなしということで、身長伸びた。いつも座れたね。いや、ちゃんとね、よかった。本当よかった。もう今回もやらせていただきます。はい、プレゼントと特典。はい。ね、は、あの、下の備考欄からですね。備考欄からお願いします。はい、ぜひそちらからご応募の方をお願いいたします。Raise your glass. あゆみの旦那です。石垣島に来たら、サーフ大。そして私の YouTube 徹夜チャンネルもよろしくお願いします。うるさい。うそやろ。お願いします。 I wanna be happy, happy, happy day and night, wanna be alright, happyI wanna be lovely, lovely, lovely. オリオンビールだよ。石垣来たら石垣ゴーカートへ。はい、それはもう。なんでだよ。恥ずかしがり。オールドバレル。I wanna be happy, happy, happy. Day and night, wanna be alright. Happy, I wanna be lucky, lucky, lucky. Play my.ご飯があればね、お金いらないんだよね。まあ結果ね、近すぎだけどね。Goodbye, Caroline Road. Well, I remember in my hometown, I met a pretty girl there. Well, I remember in my hometown when I met a pretty girl there. And her little white